どれ、これ、はい、ママさん、クリームあんみつとかあるよ。それ何か、この時間で電話が来ないってことは、ゆうばちゃんって言ったな。聞きましたね、うん、男の子たちはなんかこの画質を見せてさ、案内したらさ、画質汚ねっすよね、それハイビジョンなんですよ、画質汚ねっすよね、これストリーミングで映してるから関係ないんだよ、うん、この画質じゃないんですよ。ここにある中のここだけなんかあれだよね、随分とおしゃれな感じで、うん、おしゃれ。この間さ、あのなんだっけ、つねさんのさ動画上げた時にさ、コメントでさ、一人お客さんが映っちゃっててさ、お客さんぼかし入れた方が良かったんじゃないですかって言われた。あの女の人でしょ。多分。うん、だって広角で撮ってるから入ってるなと思って。そう、入ってるけど後ろの方にいるし正面見てないから大丈夫かなと思ったんだけど、やっぱ気にする人は気にするね。うん、だってしかも女の人が一人でラーメンやったらさ。ああ。すごい。すごい。大きいね。うん、今更ながら結構映りいいな。あ、こちらです。はい。はい、下ぐらいですね。その時は下ぐらいの方がいいかな。チーノ。いいですね。アイスもいいです。ね。いいね。ゆっくり。うまいね。ね。うまいね。もうあったかいのとアイスの冷たいのがちょうど合っててうまい。アイスではまだ食べてない。アイス合わせて食べるとうまい。本当？うん。甘い。甘い食べ物を取り続けてたら女性視聴者くるね。それはない。まあそうですね。それで検索かかんない。甘いスイーツ、アップルパイ。そうそう。俺が好きなジャンルじゃないから、俺が飽きちゃう。